皆さんおはようございます。今日ちょっとマスクしております。ちょっとあの、理由はないんですけど、あの2月11日、今日は建国記念日です。昔はあの祝日とかですね、そういった時、私はあの東広島の西条出身なんですが、あの当時西条の町、私子供の頃はですね、ほとんどのお宅があの玄関先に日の丸を掲揚されよったんですね。でもうそうですね、長いこと祝日の時にですね、あの日の丸を掲揚されとるお宅を見ることがないです。実はこの建国記念日のはですね、私はあの国ができた日じゃばっかりいうふうにずっと思えたんですけど、いろいろネットとかいろいろ見ると、まああの国が、日本国ができた日のが定かじゃないんですね。それで昔の日本神話、神話からですね、おそらくあの、まあ、この頃じゃろういう言い方が適切かどうかは分かりませんが、そういうことでこう建国をした日ということでですね、この建国記念日というのが決められたそうです。古事記とかですね、そういった中から、掲揚されとる、ということをちょっと、まあ、あの書いてあったんで、古事記というと広島でいうとですね、秋郡府中町に、江ノ宮さん、竹神社さんがありますが、やはり古事記というと竹神社さんです。うちの、この YouTube の動画の中に、神社を訪ねて歩くというコーナーがあるんですが、その中で竹神社さん、特集をしております。ちょうど昨年の6月頃にですね、収録をさせていただいたんですけど、古事記日本神話発祥の地というですね、ゆかりの神社です。もし、広島市内、そしてお近くにお住まいの方、おられましたら、府中町の竹神社さん、江ノ宮さんですね、一度参拝に行かれたらどうかなと。本当はあの大阪でですね、威厳を持った、立派な神社です。府中町が、日本全国府中というところがありますが、国府と言われているゆえんがですね、あの竹神社さんに行ったらやっぱりなるほどなと頷けましたし、これはまあ余談ですが、私あの府中町が昭和60年終わりから平成初めにかけてですね、あの60年代から、平成の初めにかけて広島市と合併するいう話が盛んでよったんです。で、町長選挙のたびにそれが争点になっておったんですが、住民投票というか、やっぱり合併はノーという意向が強かったと。なんでかの広島市と合併すりゃいいのに思うたんですが、やはり5万ちょっとの人口がおられる府中町、やっぱりあの竹神社に行くとですね、府中町が合併できんかった理由のがなんとなく、ぼんやりですが、感じました。やはりあの府中というところはですね、国府ですから、やはりあの単独調整でね、やっぱりそれだけのプライドというか、府中にはそういう精神というものがやっぱり根付いておるんだなということが、府中に会社があるときは気づきませんでしたが、会社出て竹神社へ参拝して宮司さんのお話を聞く中で、自分なりに出した結論が、府中町が合併できんかった理由というのはやっぱり府中という、このブランドじゃろうと思っております。ということですね、今日広島市内はいい天気です。昨日深夜にですね、ちょっと、知人の関係からお電話がありまして、2時半ぐらいまでかな、働いて、まあ、今日ちょっと今から朝からですね、いろいろちょっと、ありますけども、今日も一日頑張ってまいりたいと思います。以上でございます。